よし、すっご、川様の引っ越し代を稼げたな。確かに、引っ越し代稼げたやん。いや、でも川様の引っ越し代もっとするんだろうな。確かに。もっと高そうやな。200万ぐらい必要やったか。いやー、もっと多分200万ぐらい必要やったかもしれん。ごめん、トマ様。ごめん。じゃあ、メルトンさんの分、トマ。いや、みんなじゃあ、引っ越しさんのトマンちおいでや。いいっすか？いいっすか？マジ？え、それはもう、トマ様の住所を知ってしまうってことだけど、いいんですか？やっぱやめるかはい、行きたいなぁ。とはひなあのんち行きたいんだけど。え、僕もひなあののも鍋食べたい。別にいいけど、鍋狭いよ、うちそんな広くないよ。な、鍋この前ね、鍋したんよ。Vスポメンバーで。いいなぁ。とはもちょっと最近Vスポ新人カッコ借りだからちょっと。確かに。ちょ、混ぜてくださいよ、パイセン。まあ、しょうがないなぁ。お母様も一緒に遊びに行こう。え？トワ様も一緒に遊びに行こう。いいよ、遊ぼうよ、遊ぼうよ。トマト鍋うまかったな。トマト鍋食べたことないな。美味しかったよ、トマトチーズ鍋。あったけえトマトうめえよな。そう、うまいのよ、うん、あったかいトマト好き派？好き派。結構好き。うわ、無理派や。無理派や。じゃあ別の鍋にしよう。ね、あとはプチトマトにソースとかかかってんのも嫌だ。なんかさ、お弁当にさ、なんか、例えばブロッコリーの隣にトマトだとするじゃん。ブロッコリーにマヨネーズかかるやん。で、そのマヨネーズがトマトに侵食してくのも嫌だ。プチトマトはプチトマトそのままでいてほしいのとは。そのままでいてほしいのとか言って。ないよ。え、わからん。平気全然。